来ましたね。来ましたね。まだ1本目撮ってないの、はい、動画ね。そのなんか最初自己紹介みたいな、うん、そういうのをやらずにまずあの撮影行っちゃうっていう1本目、ま、そう、もう前のめり精神を出したチャンネルにしていきたいから。いいですね。さあ今日なんかさ、タチヤ、うん、あのごめん、なんかちょっと寝坊したみたいな寝坊した感じで、まあ、30分近くさ、うん、撮影をしてますね。したじゃん、はい、もう、あ、全然いいのよ。全然、OK、このチャンネルはそんなキチキチしたチャンネルじゃないから。いいね。30分遅刻とか別に大丈夫なんですけど、はい、今日はまずいんですよ。なんでですか？今日まずいのよ。まあ、なんでかと言いますと、はい、完全予約制、はい、の古着屋行こうと思って、はい、で、まあ、それがあの千葉のね、千葉県の我孫子にあるんですけど、はい、そこ予約取りました今日。お、ありがとうございます。で、撮影が店内、まあ、一応 OK なんだけど、はい、他の人映んないようにみたいな感じだったから、うん、まあ、そんなちゃんとこう説明とかできないと思うから、うん、軽くどんな店か説明しておきますと、あ、そうだね、そう、まあ、完全予約制ですと、うん、で、まあ、2時間、その1回予約取ったら2時間制らしいの。あ、2時間もいていいの。そう、で、俺が取ったのは14時から16時の2時間、うん、で、まあ、一応まあ他の人もいますよって、うん、やってるんだけど、もともとは古着の卸、うん、古着屋の、まあ、経営してる人とかが買いに来る店みたいな感じらしくて、買い付け場みたいな、そう、うん、そういう店だったんだけど、一般の人も買いたいみたいなのがめっちゃなんか要望来たらしくて、一般開放しましたみたいな、うん、そう、店で、あとなんか千葉と名古屋と福岡とかかな。あ、意外と少ないんだ。そう、なんか何店舗か他のなんか地方にもあるらしいから、うん、まあ、ちょっと、ね、気になった方は調べて近くにあったら行ってみてほしいんですけど、まあ、行ってみてほしいか分かんないの、まだ正直いや、まあ、まあ、俺も行ってないから本当にいいのかは正直分かんないけど、まあまあまあ、この最後の方で分かるからね、いいかどうか。だからまあちょっとね、今回中がどんな感じなのかみたいなとか、うん、紹介していければいいと思うんですけど、いやでもちょっとね、楽しみだなっていう感じなんですけど、うん、腹減ってない？普通めっちゃ腹減った。俺もまだ今日ね、今もう12時半なんですけど、うん、まあ、何も食ってないということで、その店の近くのカフェ、お、ランチできるとこ調べたんで、さっきね、うん、2人でそう、ね、頑張って調べたんで、ほとんど調べてもらいましたけど、まあちょっとね、そこ行ってみようかなって思ってますね今。なんで、まあ、ちょっとね、カフェ着いたらまた回していこうかなって思うんで、まあ、カフェ行った後、ちょっと古着屋行くんで、まあ、古着を見に来た方は、まあ、そこからでもいいかなと思うんで、まあ、でもちょっとカフェも見た方がいいかな、一応そこの古着屋に行くなら行っといた方がいいかもね。まあそうね、うん、聖地巡り。いや、それは聖地って何お前ら、まだ1本目なの動画けど、1本目にしちゃ良くない？だって予約制の古着屋に行っちゃうなんてさ、 YouTube 出してる人結構いなくない？いや、ごめん、あのそれ、うん、俺言おうと思ってたけど 言うの忘れてたわ、と。そのあの1本目にして、うん、あの結構すごいとこ持ってきちゃったよ、うん、いや演者がそれ言わなきゃあかんよ。いや、めっちゃ忘れてたんだけど、うん、古着って実際戦だから、うん、戦なの初めて聞いたぞなんか宝探しとかよく聞くけど、あの、いるやん、宝探しの、うん、なんか同じですみたいな、うん、まあ、戦なの、マジ戦だから。え、相手は誰？え、相手はもう、あの、全国の古着好きもう、あの、だって一点ものやほぼ。え、待って、今日旗刺したの俺が来たぞって、実際古着って戦だから、うん、それやっぱ先手必勝みたいなところ。まあ確かに一点物だからね、取ったもん勝ちだからね。そうだから、うん、やっぱちょっとね、このやっぱ戦前にはやっぱ腹満たさないといけないわけ。まあまあまあ確かに、そう、満たされた状態でやっぱ戦には望まないといけないから、うんうんうん、カフェ行こうかつなげ方つなげ方がすごい、うん、カフェ行こうかはい、ということで、じゃあ着いたんで早速入っていきましょうか。店の紹介とかちょっと今からするんで、はい、行きましょう。はい、行きましょう。ちょっとね、ま
待ってます。で、一応向こうのね、景色が見えるテラス撮影ちょっとさせてもらえることになったんで、はい、そこでね、頭入れながら待とうかと思ってますけど火ついてないですけどね、これなんか、あれちょっとカレーが有名らしいんで、カレーで食べようかな、はいちょっと面白いのやばいね。じゃあ待ちます。はい。ということで、はい、入りました。入りました。まあ、僕たち今回手賀沼沿いにある沼カフェ、はい、ってとこに来たんですけど、見えてるかな？ここに書いてあるんですけど。いや、まあ入ってるから。確かに。画像ね。そう、まあ、結構待ちましたね。大盛況。45分、40分ぐらい。俺らがそのさ、ここのテラス席だけにしたのあると思うけど、まあ昼だけだから、そうだね、でも日曜や。そう、日曜だけど。だからね、ちょっと時間がない方は気をつけた方がいいです。はい、ということで、まあ僕たち時間ないんで、ちょっと急ぎ目に食べたいと思います。はい。まあ、カフェで大食いというか、まあ、早食いするみたいな感じで、そう珍しいタイプの客として。カフェのテラス席で大食いっていう。やっていきたいと思います。おしゃれに大食いを。で、まあ、達也が一応カレー。そうですね、バターチキンカレー、俺がまあ、ポークグリルなんちゃらのドッグみたいなの食べました。じゃあ出ていきましょうか。はい、はい、それともドッグ、うん、でもこのチャンネル自由だからさ制限とかないからさ、入んないからいいか、はい、いいよ別に、あ、いいよ入れて。いいよ、普通にチキンカレー食って。さっき。いいの？はい。いただきます。うまい。めっちゃうま。甘めだ、甘め。めっちゃうまいな。なんか甘いよ、ちょっと。バターチキンカレーってこんなボロっとしてんの？チキンがえぐいね。うん。じゃあこれ、なんかポークサン、ポークドッグ。いっちゃってください。具が多いのかな。どう？めっちゃうまいな。うまい、うん、まあ、景色もいいからね、うん、沼一望だわ、うん、珍しい沼一望、沼一望、沼を見たい方はね、ぜひ、うん、沼好きの方必見穴場スポットならぬ沼場スポット言うてな。あ、やばいかも。お前決め顔とかすんなよお前。今俺こっち見せたから気づかんかったけどとりあえず言ってることやばいなと思って、見たら思ったよこれパンがうまいわ。パンがうまい、うん、パン売ってないかな。パンだけ、うん、カフェで。え、食ったら分かる。食ってみ。本当に。なんかふわふわとサクサクの間みたいな、うん、ふわサクみたいな、うん、今何時？34。まあ45がベストじゃない。忙しいからね、うん、結構忙しいんですよ、やること多くて。いただきます。まあ、ここに来て30分の部屋が出てるね言って俺も OK だから、15分20分、まあ、ちょうどよかったって感じですね。何が？あ、お前が寝坊した分、うん、ちょうどよかったみたいな、プラマイゼロみたいなもんですよね。まあでも全然いいですよ、これがリアルだし。まあ確かに、うん。あ、で、あとここなんかドッグランとかもあるらしいんで、うん、横にね、ここ犬いる、うん、犬犬してる犬犬してる感じの食べ、犬ってことですね。犬イシンジ誰カットインからの犬イシンジだっけ、あれあいつ誰犬イタカシや香川と一緒になっちゃダメ犬まあ系統似てますからね、両方うまいやん、そういうことよ、うまいのが合わさってるみたいなサッカー界で犬イシンジやん、うん、美味しいね。まあこんな感じでちょっと食べていきましょうか。もう時間ないし、マジで忙しいんだけど、まあ、ただ難点、急がなければいけないっていうところ、うん、いや、もうちょっとね、ここで30分くらいゆっくりしたかったんですけど、うん、まあ、しょうがない。これは皆さんちょっと分かんないかもしれないですけど、 YouTuber って忙しいんですよ、うん、ちょっともう食べよう、うん、止めようか。食べていきます。止めます。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。うまかったな、普通に。うまかった。店員さんもいい人だし、うん、めっちゃ優しかった、うん、まあ、時間あってね、まあ、ゆっくりしたい方に、うん、どうぞ
まあ、ということで食べ終わりまして、もう車で移動して、うん、あの古着屋の近くまで、ね、来てます。なんで、ここから今歩いて行きたいと思うんで、向かって、まあ、中入りましょうか。はい、説教がもらってるんで、はい、行きましょう。準備万端、よいっす、レッツラゴー。はい、ということで今向かってるんですけども、はい、まあ、今回ね、あのこちら古着屋セットということで、おトレーナー、古着屋で買ったパンツも、はい、はい、はい、これなんかどこだっけ、フルーツオブザルームのボディのプリントトレーナー、はい、に、リーバイスの501ですね、はい、501番号言われてもわからない人が多いと思いますが、あ、でもあれだから、このチャンネルはあの古着初心者の人が、ね、一緒に勉強できるやつなんで、はい、じゃあちょっとあのその501について後で説明欲しいな俺。あとで欲しいって、うん、欲しい。いや、まあ、でもあれで視聴者の人も欲しいかもしれないよ。い、まあ、501は何々でみたいなさ、型なんですよね、その形なんですよ、ね、で、まあそういうのはまあちょっと詳しくあの別の時になんかまあ説明してって言われたらしますね。で、ちょっとタチヤ見ますか。それあれだよな、なんかさ、この前普通に動画じゃなくてさ、古着屋行った時なんかスカジャン欲しいなって言ってたよ。そうそうそう、買っちゃったんですよ皆さん。まあまあいいんじゃないですか、かっこいいですよ。うん、これしかもリバーシブルなんですよ皆さん。虎でいいっすね。間違えた、竜やね、中、まあ、そんなこんな説明してる間にね、まあ、もう着くということで、到着したらまた回したいと思います。はい、はい、ということでね、到着したんですけども、まあ、今回、行くお店、はい、シーカーズさん、はい、あ、大丈夫です、後であの差し込むんで、1本目、はい、で、まあ、こちらがね、さっきあの説明したんですけど、はい、まあ、お店です。はい、で、ちょっとね、早速中入っていきましょうか。はい、マスクつけます。はい、感染対策はね、はい、面白いですよ。どうですか？いいよ。お、それいいよ。うまいね。ちょっと可愛い。うん、可愛い。うん。うん、これ今流行りの。え、お、何ですかね。カレッジロゴ風。お、あ、今流行りの来ましたね。しかもサイズ感結構良くね。黄色のハンガーは3000円ですね。まあもうちょい見てみてって感じじゃないですか。確保場所行く、試着しましょう。一回こっち向いてください。え、サイズ感良くない？いい、うん、あの中の T シャツ見えてるから、もうちょいあの引っ張ってもらって、え、良くね、うん、え、良くね、俺結構なんかいつものサイズ感よりもうワンサイズ上げた感じがして、俺結構好きだけど、けど 俺結構好きだな、その上の着方、うん、はい、まあ、ちょっとズボンが同じ同系色になってるから、そうなんですね、ちょっとあの変に見えちゃってるけど、どうですか、いいかも、この後ろが絞れてる感じがいいですよね。うん、脇か、うん、あー、なるほどね、締めた感じどうですか。まあ俺開けた方が好きだけどな、パンツ自体でも、まあそうだね、同じ、外から見たらこれだって同じセットアップみたいなで、ここ苦手だな、苦手だな、乗り越えるの。またとりあえず一着確保してますからね。言うな言うな。俺一応2着確保してるから今。え？パンツ2本。
そこデニム？そう。と1個前なんか試着してから決めようかな。あんま言うの。めっちゃ長いから。あんま言うの最後のあの購入の見てもらえないから。だからもう、うん、今は、うん、なんかこういう。やっといた方が、うん、そう、錯乱できるから。すごい、結構な量あるね。ね、もうなんか全部巻き全部。めっちゃきついだって。だから2時間あるんじゃない。見てか、見てか、集中して。はい。はい、ということでね、古着屋見学終了しました。まあ戦ってきましたね、だいぶ、はい、2時間にわたる戦い、まあ、最後なんてね、最初結構人いたんですけど、まあ、俺ら戦いすぎてたんで人いなくなりまして、貸し切り状態ですか、最後のね、後半は結構自由に動画撮っていいですよなんて言われたりして、俺ら戦いの成果が結構出たんじゃないかで、まあ一番の成果あげたいのはやっぱ購入品ということで、はい、まあ、僕は、2点購入しました。お、いや成果出ましたね。出ましたね、はい、じゃあ早速ねちょっと紹介していきたいんですけども、はい、まず1点、こちらでん、まあこちら見つけまして、まあ、俺が多分服選んでる時とか映ってなかったんですけど、値段1500円プラスタックス。おー、安い。お安いですね。で、まあ、ブランドとかはちょっとあんま分かんないやつなんで、スタイル &CO.みたいな書いてありました。なんでまあ別にまあブランドにこだわらないよみたいなところ。まあまあ確かに。デザイン重視みたいな。はい。私がね、はい、こちらの、なんつうんですか、ライトアウターですか。なんて言うんですかね、そういうの。なんか軽いアウターです。ちょっとジャージとは違うんですけど。なんか生地がなん、ちょっとふわふわしてる。はい、シャカシャカの中にもふわふわがあって、もうなんかあのさっきだからあのカフェで食べたパンみたいな感じでサクふわみたいな、サクサクの中にもふわふわがあってみたいな、まあ、そういうあの伏線貼っといたみたいな感じなんですけど、シャカふわみたいな、そうそう、ということでこんな感じになっております。あのこれからの季節ですね、はい、朝は晩寒いけどあの昼暖かい、はい、そんな時に、まあ、こういうの着てたらちょっとラフに着れる感じがいいですね。まあ、そうですね、まあ、あの自分ラフな一面あるんで、まあ、そういうとこ意識してやったみたいなとこ。ラフな一面聞いたことない。だからそうなんかラフって俺から生まれた言葉みたいなのありますから、まあそういう、まあ、俺ならではの着こなしってな感じで。じゃあ全身いってもいいですか。下から舐めてってもいいですか。いいですよ、舐めてください、どんどんいっぱい舐めてください。タツヤ買った。買いました。じゃあちょっと紹介しようか。1点。1点だけ買いました。はい。それがこちらですね。デニム。今ちょっとロールアップしてるんですけど。はい。結構ちょうどいい感じに買いました。ちょうどいい感じに買ったんですか。はい。ちょうどいい買い物。太すぎるのを履いてたんで最近、はい、ちょっと卒業しようかなと思って、まあいつもより細身を選ばせていただきましたね。お値段は。お値段は。税込み2200円です。おい、大丈夫かお前。これは安い。しかもちょっと、うん、僕知らないんですけど、なんか有名な古着ブランドらしいんですよね。まあまあそうです。何でしたっけ。ラングラーさん。それらしいですよ。いいじゃないですか。黒にこうデニムみたいな、はい。皆さんはどっちがお好きですかということで。はい。では、一旦あ、ちょっと待って、おっと、ちょっと待って、おっと、ちょっと
そして忘れたこれ値段言ってなかったわ、うん、はい、こちら値段はい2500円、はい、プラス税ですか。プラス税です。お、2750円です。プラスタックスで、全身で全身というかこの2点で、はい、今大丈夫かお前さ、下向いてない？大丈夫、映ってる。いや今ちょっと全身でって言われたんで、うん、全身で、はい、4400円でした。おお、安い。まあいいね、マジでいい。だって T シャツとかじゃないの。そうそうそう。で、あ、これあのお店の名誉のためにあの最後にあの言っていただいたんですけど、はい、あれあの入荷前だったらしくて、ちょっとあの品薄なんですよみたいな、はい、ちょっとまたあの入荷後タイミングがあって、まあ、いいですよって言っていただければ、はい、ちょっとねあの入荷したて出来たてほやほや熱々の状態の時に、また行かせていただければいいかなと思って、はい、ぜひねまたそちら、お楽しみにお待ちください。それではさよなら。